死者30人、負傷者102人を出した伊豆半島沖地震から昨日で50年となりました。多くの犠牲者が出た南伊豆町では慰霊祭が営まれました。地震が発生した午前8時33分、慰霊祭の会場では参列した遺族などおよそ100人が黙祷を捧げました。伊豆半島沖地震は1974年5月9日、石廊崎沖を震源に発生し、死者30人を出しました。特に最大震度5を記録した南伊豆町の中木地区では、住宅の裏山が崩れ、27人が犠牲になりました。一席の看護師さんは、泥に埋もれていた父と息子の遺体をきれいにし、泣きながら頬ずりしていた妻の姿は一生忘れることはできません。慰霊祭は半世紀の節目にあたる今年で終了しますが、町は来年以降も発生時刻に合わせてサイレンを鳴らし黙祷することを検討しています。